この試合、戦後初の3連覇を狙う大本命の国見と、4度目の優勝を狙う市立船橋の名門校同士の対決となった。フォワード平山颯太、ミッドフィルダー兵藤慎吾、中村北斗、ゴールキーパー関健太郎と、後に J リーグで活躍する選手を擁して、市立船橋は、押され気味の展開となっていた。市立船橋も、ディフェンダー青木亮太、増島達也、ミッドフィルダー鈴木修斗、フォワード原和樹、カレン・ドバートと、これまた、J リーグで活躍する選手を揃えており、後半に入り、少しずつチャンスを作っていた。そして、後半19分、フォワード原和樹のドリブルを仕掛けて抜けようとしたところにファウルされ、市立船橋がフリーキックのチャンスを得た。0対0、一時なチャンスを迎えています。キッカーは鈴木修斗。ゴール前に合わせたフリーキックは国見のミッドフィルダー成瀬がヘディングでクリアし、柴崎恒成の胸に当たり、こぼれたボールを市立船橋のミッドフィルダー小川吉純が思い切りのいい 30m の強烈なミドルシュートが決まり、市立船橋が貴重な先制点を挙げた。このゴールは胸でトラップミスした柴崎恒成がそのままゴールを拾いに行く際、カレン・ドバートが前方を横切ったため、柴崎の寄せが遅くなり、小川がシュートに入る時間に余裕ができたのが大きい。さらにドンピシャのタイミングでバウンドしたボールが上がった瞬間をインステップで叩いたため、ボールは低い弾道から少しずつ浮き上がりゴールに突き刺さった。シュートコースはゴール正面より少し左上と、決して対応できないコースではないため、国見のゴールキーパー関健太郎はおそらく左手一本のフィスティングで対応できると考えていた。しかし国見のディフェンダーがいるペナルティスポット付近より急にスピードが速くなり、ボールも浮き上がったため対応できなかったとみられる。ボールの威力も凄まじいため、手にフィスティングでも対応できなかったかもしれないほどすごいシュートである。小川はシュートの軌道を目で追いながら呆然とした。自分でも信じられない、まるでスローモーションを見ているようだった。大歓声で自分を取り戻すと喜びがこみ上げる。右手人差し指を突き上げながら仲間の元へ駆け出した。距離約 30m のロングシュートが国見の3連覇を打ち砕いた。身長は 171cm で代表歴もない。2年間は控えで出場機会も少なかった。体育科の選手が多い中、レギュラーではただ一人の普通科、学業でも43人のクラスで常にトップ3に入っている。レギュラーは遠いと思ったこともあった。だが3年前に市立船橋の優勝を見て、必ずここで全国制覇したいと思った。夢を果たすため前日居残りでキック力と正確性に磨きをかけた。2年の夏の高知国体に千葉県選抜として出場し全国優勝。ようやく努力が実り始めたばかりだった。卒業後は明治大学に進学、エースナンバー10番をつけチームの中心選手として活躍し、名古屋グランパスに入団。チームの J1 初制覇に大きく貢献。自身は日本代表歴はなかったが J1 通算300試合出場を達成した。